隣の隣の曲をこういうふうに、まあ、つなげていくものですね。また9、次の曲を準備するために次の曲をモニタリングするためのスイッチ、またこういったイコライザー、またボリュームフェーダーなどなど、こういった DJ に必要なミキシングの、まあ、そういったツールがこんなコンパクトに収まった、まあ、こういったデバイスなんですね。で、アプリを使って今この専用のアプリを使わせていただいている DJ リューというアプリを使わせていただいているんですけれども、こちらを使って、2台のこういった iOS デバイス、本日は iPad を用意させていただきますけれども、こういった2つのデバイス、また1台の iOS デバイスとなんと CD プレイヤーとか MD だったりとか